521系は2両編成5億円の、かなり高額な車両です。近畿圏の223系とは設計が同じです。ただ2両編成なのは、419系の混雑具合はかなりひどい時と、好きすぎた時があって、かなり使いづらかったそうです。それに、ドアが2つしかありませんでしたから、3つになったことで乗降がスムーズになりました。シートは転換クロスシートで混雑時には少し邪魔ですが、今までの転換できないボックスシートよりは居住性が向上したような感じもあります。座席の質は急行などに用いた419系のガチでしょうが、総じてみれば521系が優れているのでしょう。そもそも419系は寝台急行高に使うための車両583系ですから、無理があります。この車両が高額になったのが主に硬直流電車であることでしょう。そもそも、敦賀のあたりは完全に硬流電流で、北陸本線はほとんどが硬流だったのに、それを北に移設して直流電化に変更したため、このようなことになりました。北陸にはいくつもデッドセクション、硬直接中和区間があり、その一つです。敦賀駅まで直流になった関係で新快速が乗り入れるようになり近畿圏のアクセスが向上しました。まあそういった関係もあってか、高額な鉄道車両は福井県など地元自治体が大部分を負担して新造しました。どう行った目的があったのか気になるところですが、もしかしたら将来的に福井県の北陸本線が移管されるからかもしれませんが、そこはよくわかりません。この高性能車両は IR 石川鉄道や愛の風と山鉄道に継承されて、北陸エリアの輸送の中心となっています。最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。この動画は毎日投稿しておりますので、明日も明後日も続けてご視聴いただけます。毎日新しいコンテンツを提供していくため、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しい限りです。旅行動画を企画しておりますので、皆さんの力添えをよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。